どうも、さがらぼっちです。だいぶ遅くなってしまったんですけど、今日はですね、2021年1年間で僕が買ってよかったアイテムをご紹介しようと思います。ランキング形式でベスト10をね、発表したいんですけれども、選んだ基準としては、私の生活を便利にしたアイテムをですね、基準に選んでます。そしてですね、使用頻度と満足度、おすすめ度の3つの観点で評価をつけてます。そして動画の最後にはですね、僕の生活を便利にアップデートしたわけではないんですけれども、コスパが良すぎて感動して、どうしても皆さんにおすすめしたいアイテムを最後に1つご紹介したいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、早速いきましょう。まず一つ目ですね、こちらのエアーのリュックです。このリュックですね、1泊とか2泊の外出にすごく活躍すると思います。私も泊まりの用事がある時とか、荷物が多い時はこのリュックを必ず使うようにしてます。今まで荷物が多い時、あと旅行とかはですね、キャリーバッグを結構多用してたんですけれども、結構移動する時面倒だったりするじゃないですか。持ち上げるとなんかキャリーバッグの重さもあって重たいし、電車とかに乗るとね、自分の足の前に置いたりしなきゃいけなくて、なかなかね、キャリーバッグの移動って大変だと思うんですけれども、このリュックに変えてからですね、移動も楽だし、収容力がなんといっても抜群なんですよね。そしてこのリュックの一番の魅力はですね、メインポケットがガバッと大きく開くことなんですよ。なので荷物が多い時もね、リュックの底にしまった荷物とかも取り出しやすいですし、しまう時もね、綺麗にしまうことができるので非常に満足してますね。収容ポケットもかなり多くて、小物類を分別できたりとか、もちろんペットボトルもさせて、さらにはですね、シューズケースも実はあるんですね。リュックの底の部分を開けると、シューズを収容できるようなスペースがありまして、ここにですね、まあ、例えば夏場とかだったら、まあサンダルとかを持っていくっていう場合はここに入れることもできます。あとはスポーツとかしてる方とかもね、このリュック結構おすすめかなと思います。ただもうちょっとこうあったらいいなっていうところはですね、このリュック実は本体が結構重たいんですよね。なので大容量でかつ軽いリュックを探してるよっていう方には、このリュックはですね、重たいっていう観点からちょっと選択肢から外れるのかなと思います。ただ多少重たくても高機能で取り出しやすくて大容量なリュックっていうと、このリュックはね、かなり当てはまると思います。では続いて第9位ですね、こちらのオービットキーのキーオーガナイザーです。まあ、いわゆるキーケースなんですけれども、以前もね、こういうキーオーガナイザータイプのキーケース使ってたんですけど、実は留め具が取れてしまって、でこのキーオーガナイザータイプって、まあ、キーをたくさん収容できて、かつ鍵を回すだけですぐに使うことができるので、すごい便利なんですよね。でこのオービットキーのキーオーガナイザーのいいところなんですけど、結構ネジが長いのでしっかりと固定することができるんですね。鍵を何本か入れたとしても、そのサイズに合わせてネジの長さ調整できるので、そしてカチッと止めることもできるので、なかなかネジが外れてね、僕みたいに壊れてしまうっていうことが少ないのかなと思います。あとはカラーだったりとか素材とかもいろんな種類から選ぶことができるので、自分の好みに合ったキーオーガナイザーを選ぶことができると思います。まあ、ただですね、交換パーツがちょっと高いっていうのと、最初から留め具のカラーを選びたかったなっていうのがあります。僕は結構黒のアイテムをね、持つことが多いんですけれども、この黒金っていうね、カラーよりも全部ブラックで統一したかったなっていう思いがあるんですが、留め具パーツさっき高いって言ったんですけれども、留め具の部分を黒に変えると、まあ1400円ぐらいするというところで、このオプションをね、最初から選べたらよかったなっていう気持ちは未だにあります。ただやっぱりね、鍵を複数本持ってるっていう人は、このキーオーガナイザーめちゃくちゃおすすめです。複数本持ってなくても単純に鍵を取り出しやすいので、その点も便利かなと思います。はい、では続いて第8位ですね、山崎実業タワーシリーズの横からかけられるバスタオルハンガーですね。もうこのアイテムですね、バスタオルをかけるためだけのアイテムであるんですけれども、めちゃくちゃバスタオルをかける作業が楽になりました。私ですね、タオルを洗濯する前にタオルを乾かしてから洗濯機に入れるんですけれども、その時干すわけですよね。で以前はこういったハンガーに引っ掛けてタオルを干してたわけなんですが、この100均とかで買えるバスタオルハンガー、まあ便利っちゃ便利なんですけれども、ハンガーに通すのが結構めんどくさいんですよね。でそこを楽にしたくてこれを買いました。結果めちゃくちゃ楽になりました。まあ何がね、楽にしてくれるのかというと、このタオルハンガーですね、横からタオルを引っ掛けることができるんですよね。なのでタオルの幅に関わらずですね、スッと通すだけでタオルを干すことができると、もう圧倒的にストレスフリーになりましたね。タオルは3枚まで掛けることができて、で下のスペースにはですね、バスマットとかを干すことができるバーもついてます。ただね、難点としてはこれ鉄の棒のくせにちょっと高いんですよね。そこがね、かなり買うとき躊躇したポイントだったんですけれども、買ってからのね、満足度っていうのは非常に高かったです。結構滑らかなフォルムで品質もいいので、重さもあって
倒れにくいというところで品質が高いアイテムでもあるので、タオルをね干してから洗濯するとか、あとは乾かすときにですねもっと楽にしたいよっていう方はこのアイテムすごくおすすめです。では続いて第7位ですね、ピタカのマグイージースタンドです。これは iPad のスタンドなんですけれども、僕 YouTube の撮影するときだったりとか、あとは日頃ですね iPad を使って動画を見たりとか、いろんなエンタメアプリを視聴したりとか、そういったときにですね iPad のスタンドがどうしても欲しかったんですよね。で1000円前後で買えるスタンドっていうのももちろんあるんですけれども、私の場合はですね高さがあってかつ自由に回転できる、縦横変更できるっていうのがいろんなアプリを使う点でかなりですね便利だなと感じたので、このスタンドを買いました。でマグネットで着脱ができるっていうのも本当に便利なポイントで、 iPad の裏にですね付属のシールを貼って、でそのシールによってマグネット効果がね得られるので、スタンドに着脱することができるという風になってます。スタンドはですね360度回転することができて、こう首のね角度をこのように調整することもできるんですよね。そしてアイテム自体の質感もいいので、デスクに置いておくとかなりですね見た目でも満足できるアイテムかなと思います。ただワイヤレス充電いらないので安くして欲しかったなというのは正直思ってます。実はこの台座の部分にワイヤレス充電機能がついてるんですけども、私も全然使わないので、もうせめてこれを取り払って5000円ぐらいにして欲しかったなと思いました。なので今使ってるスタンドで満足してるよっていう方には全然おすすめできないアイテムかなとは思ったんですけれども、私はですねまあ高さがあって回転できるっていう点でこのアイテムは非常に満足してます。では続いて第6位ですね、デロンギのマグニフィカ S です。エスプレッソマシンなんですが、これを買ってからですね毎日朝起きるのが楽しみになりました。私ですねコーヒーを毎日たくさん飲むわけなんですけれども、コーヒー豆を買うっていう行為をしたことは実はなかったんですよね。スーパーで 900ml で80円ぐらいのねコーヒーをガブ飲みしてたわけなんですけれども、そのコーヒーよりもですねやはり正直美味しいなと思いました。安易な感想なんですけれども、まあ、美味しいコーヒーを飲むために朝なんか起きるのが楽しみっていう生活になったのはかなりね生活をアップデートしてくれたアイテムかなと思ってます。でエスプレッソマシンって別に他のものでもいいとは思いますし、まあ、僕自身ですねこのアイテムかなりいろんな YouTuber の方がレビューしてたので、まあ、ちょっとそれに乗って買ってみようかなとセールで買ってみたんですけれども、もう選ぶのがね結構めんどくさかったんでこれを買ってしまったっていうところは正直あります。でですね本体サイズが結構でかくてですね置くスペースが限られるっていうのがこの商品のちょっと難点かなとは思いました。まあしょうがないとは思うんですけれども、それからですね起動してから一回自動洗浄が行われるんですけれども、それが行われてからやっとコーヒーを抽出できるようになって、だいたい1分半ぐらいですねコーヒーを入れるまでにスイッチを入れてからかかってしまうんですね。なので僕はですね朝起きた瞬間にコーヒーがねスイッチボットのボットをですね、設置していて、このスイッチでまず電源をですね遠隔で入れてもらってからコーヒーをすぐ抽出できるような工夫をしてます。はい、では続いて第5位ですね、こちらエド・ロバート・ジャドソンのクリックスというキーホルダーなんですけれども、まあフック、クリップみたいなもんですね。これはですねまあ個人的にかなり満足したアイテムなんですけれども、正直おすすめ度はそんなに高くないです。まあ先にどんな人にね逆におすすめなんだっていうところをお話しておきますと、よく使うアイテムをどこかに引っ掛けたいよという方はですねこのアイテムが威力を発揮するかなと思います。結構私ですねベルトループなしのデニムを履くことが多くてですね、まあ、ベルトのストレスから解放されたいという理由でですねそういったデニムを履くんですけれども、なるべくカバンの中をスッキリさせたいのでベルトループとかにいつもエアポッツだったりとか、あと小物類を収納するポーチだったりとかを引っ掛けて出歩いてるんですね。でこちらのよく履いてるデニムはですねベルトループがないので物を引っ掛けることはできないわけですよね。その時にこのクリップが活躍してくれるという風になってます。かなりクリップは頑丈でですね一度も落下したことはないですし、しっかり固定されてます。ただやっぱりコスパはね正直悪いなと思いました。このクリップ1万円ぐらいするんですよ。アホだなって思われてもしょうがないアイテムではあるんですけれども、個人的な満足度はかなり高いので一応ランクインさせてます。では続いてですね第4位、これは上半期に買ったアイテムで上半期にもランクインさせてたんですけれども、 iPad スタンドですね。これはですね本当に寝る前の動画視聴をね快適にさせてくれたアイテムです。このスタンドに iPad を挟むことによってアームを自由に動かせるので、自分の好きな位置で寝ながらですね動画視聴をすることができるというアイテムになってます。寝転がりながら動画視聴だったりとか本を読んだりするのがもう本当に最高ですね。棒は伸縮するので高さ調節も可能です。ただですね台座が長方形なので横ずれにはちょっと弱いんですよね。なので丸い台座のアイテムとかがあったらよかったなとは思うんですけれども、個人的にはベッドに挟んで使ってるのであんまり倒れることはなくて満足してます。では
第3位ですね、スイッチボットカーテンです。こちらはですね、テレワークをしている方にはすごくおすすめです。あと朝弱い方、どんなアイテムかというと、カーテンをですね、決まった時間に自動で開けてくれたり閉めてくれたりするアイテムなんですね。今までですね、結構カーテン開けるのが面倒で日光を浴びない日とかも正直あったりしたんですよね。ただ観葉植物を私飼ってまして、そこからなんか日光の重要性みたいなところに調べ始めて、で観葉植物のためにカーテン開けたりすることが増えて、で自分も日光浴びたらなんか気持ちいいなみたいな感じになって、で日光浴びることは人間にとっても結構大事だっていうことが調べてなんとなく分かりましたので、このカーテンをね、決まった時刻に開けて閉めてくれるっていうこのスイッチボットカーテン、めちゃくちゃ役立ってます。で自動で開け閉めをしてくれるだけじゃなくて、カーテンをちょっとですね動かすだけで、それに見合った動作を自動でしてくれます。つまりはちょっと開けようとするだけでカーテンが自動で開くようになってくれると。なのでベランダに出たいよって言ってカーテンを開けるときはちょっと時間がかかっちゃうんですけれども、閉めるときはもう何よりも便利ですね。ちょっとカーテンいじるだけで自動で閉まってくれるので、カーテンを置き去りにしてもね、勝手にカーテンが閉まりますと。ただですね、このアイテムもですね、ちょっと高価ではあるんですよね。一つ発生なんですよね。なので両開きのカーテンの場合は2つ必要になりますので、もう1万5000超えてくるんですよね。せめて2つで8000円ぐらいが嬉しいなと思いつつですね、このアイテムの効果にはかなり満足はしているので、買ってよかったなと非常に思うアイテムです。では続いて第2位ですね、バルミューダザランタンです。もう見ての通りただの間接照明ランプなんですけれども、最初はもう高いなと思ってですね、デザインはいいけれども他のランプでいいんじゃないかと思ってはいたんですけれども、これ本当に買って正解でした。どう良かったかというとですね、寝る前の時間だったりとか落ち着いた時間っていうのをね、すごくリラックスして過ごすことができるようになりました。で今ですね、後ろでつけてみたんですけれども、撮影とかにも実は使っているので、撮影と寝る前によく使ってますね。で他の間接照明と何が違うんだっていうところなんですけれども、まずはですね、電源コンセントが不要というところですね。充電式なので好きな場所で使うことができます。それからですね、光についてなんですけれども、明るさの調節がかなり細かくできるのと、それからこの光ちょっと揺らいでるのが伝わるかなと思うんですけれども、このほのかな光がね、かなり心地よいんですよね。そして本体のデザイン性というのも良いので、見ていて満足感も高いようなアイテムになってます。ただやっぱり正直高いなと思います。値段はですね、1万円ぐらいだったらギリギリおすすめできるかなっていう価格帯なんですけれども、1万5000円前後になってくるとね、ちょっとやっぱ高いなという印象は拭えないかなと思いますが、私はかなり満足してヘビーユーズしてます。では一番買って良かったものですが、山崎実業のタワーシリーズフィルムフックディスペンサーホルダーです。いやもうこのアイテムはコスパ最強ですね。1000円前後でかなり洗面所周りがすっきりするという神アイテムだと思います。ハンドソープとかを引っ掛けて宙に浮かせることができるアイテムなんですけれども、このようにフィルムがついてまして、フィルムで洗面台にくっつけることができます。ハンドソープの底がぬめらなかったりとか、洗面台がかなりすっきりするので、もう非常に改善インパクトが大きいアイテムでした。そしてフィルムがですね、もう大体半年ぐらい使ってるんですけれども、意外と剥がれないです。使っていて落下したことはもちろんないですし、ハンドソープを押す時もね、ぐらついたりとかもないので、かなりねフィルムの耐久度は高いんじゃないかなと思います。ただ引っ越すとこのアイテム捨てることになっちゃうのかなと思うので、替えのフィルムとかが売ってたらすごくいいなと思いました。皆さんもちょっと洗面台をすっきりさせたいだったりとか、ハンドソープのぬめりの掃除がめんどくさいよっていう方は、このアイテムぜひ導入させてみてください。山崎実業のタワーシリーズからこういうフィルムを使ったアイテム最近結構出てるので、私も使ってるんですけれども、マグネットコップホルダーだったりとかね、宙に浮かす系のアイテムがすごく最近増えてる印象があるので、ぜひ気になった方はね、いくつか概要欄にも掲載しておきますけれども、探してみてください。やっぱり山崎実業タワーシリーズのアイテムってシンプルなデザインで痒いとこに手が届くようなアイテムが非常に多いので、僕はやっぱり今年も山崎実業タワーシリーズのアイテムは買いまくるんじゃないかなと思ってます。ということで2021年に買って良かったものベスト10を発表したわけなんですが、もう一つですね、とにかくコスパが良かったというアイテムを皆さんにご紹介しようと思います。それがですね、こちらタオル研究所のバスタオルとフェイスタオルなんですけれども、 Amazon で買うことができます。私タオルがね結構長年使っていてへたっていたので、一式ですね買い替えてしまおうということで、 Amazon のレビューもめちゃくちゃ高くてですね、かつ実際に使ってみてすごくふかふかで色も豊富で、同じカラーで揃えれば統一感も出せますし、洗面所をすっきりさせることができるというところで非常に満足しているアイテムです。バスタオルは毎日使いますし、コスパがかなり良いというところで満足度も高くて、皆さんにもおすすめできるようなアイテムです。コスパいいバスタオルをね、統一感出して買いたいよという方はこちらかなりおすすめです。ぜひ概要欄から探してみてください。
ということで2021年に買ってよかったものベスト10を発表したんですけれども、今年もですねいろいろ便利なアイテムだったりとかライフスタイル関連のグッズ紹介していきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。皆さんのですね買ってよかったものだったりとか、あとは今年買おうとしているものぜひ参考にしたいので、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。何か今日紹介したアイテムで参考になりましたら、全部概要欄に URL 掲載してますのでチェックしてみてください。ということでお時間ありがとうございました。